久保さん、すごいですね。いろいろやってますね、久保さんもね、うん。まあ、あの、でもやらないんですよね、みんなね。うん。まあ、僕が教えてることってもう、もちろん深いこともあるんですけど、浅いこともある。浅いというか、まあ、誰もができることも教えてるし、誰もができないことも教えてるし、まあ、その、は、非常に広く、ドリームアカデミアで教えてますけども、ただ、その基本原則としては、 誰に商品を売るのかなんですよ。誰に商品を売るのかっていう。なんかよくネットビジネスやる人って、なんか目の前のパソコンに一生懸命なんですよね。パソコンに一生懸命みたいな。でも商品、まあそのアフリエイトとかだったらまあちょっとあれかもしれないですけど、まあでもペルソナ必要なんで、まあパソコンのその先ですよね。要はこの,あの動画を誰に届けるのか、このブログの文章を誰に届けるのか、Facebook の文章を誰に読んでもらうのかっていう、 その見えない人をこう想像していくっていうことが大事でまああの第二ステージに行くとその見えなかったお客さんが見えるようになってくるんでまあ実際にその反応が来たりとかあアンケートを取った時にアンケート答えてくれるとか久保さん僕あの,あの今回初めてねお客さんからねアンケート1万文字のアンケートを取りましたお客さんが1万文字書くアンケートを あの回答してくれる人がいまして。で、さらに、もう1万文字ですね。だから、合計2万文字書いてくれたんですけど、その人ね。まあ、結果的に、まあ、2万文字書いてドリアカに入ったんですけど、うん。まあ、1万、2万文字ぐらいのお客さんのデータあったら、それは分かりますよね。どんな、どんなことを考えてるのか、どういう、うーん、今、生活を送ってんのかとか。でそしたら、もうピンポイントでメッセージ投げられますからね。うん。 だからそのネットで稼げない人ってやっぱね、パソコンに一生懸命だ,だと思います。うんもちろんパソコンに一生懸命になるのは、まあ、まあ当たり前なんだけども、まあ、キーボード叩くとかね、なんかガチャガチャいじるのはそうなんだけども、まあ商品、こと商品を売っていくんだったら、その見えない人をどれだけイメージできるのかっていうのが大事ですね。で、一番早いのが、もうこ,うこれなんですよ。あの、見えたらすぐ送るっていう。<laughs> 見えたらすぐ送るっていう。うん そう例えば YouTube の再生数が、えー、0から10増えました <laughs> まあ10増えたんだったらまあ10人が1再生ではないかもしれないですけどもまあ何人か見てるわけじゃないですかじゃあ何人が見たっていうのが分かるわけじゃないですかじゃあその何人が見た人に対してまたメッセージ投げるとかね 見えたらすぐ形にしていく見えたらすぐ形にしていくってやるとまあやりやすいんじゃないかなと思いますねうんそうはいいってらっしゃい